あ、僕まもなくね、初質問に立つんですよ。あ、そうですか。いよいよ、はい、これは、予算委員会はもう終わってるんで、経済産業委員会、はい、メタンハイドレートを扱う委員会で、今今日のニュースやりますけど、農水大臣の問題発言で、はい、揉めてるから紛糾してます、ね、日程がちょっとはっきりしないけど、まあ、普通でいけば、来週だったと思いますけど。そうですか、はい、あ、それもね、初質問、はいはい、お待ちしたいと思います、はい、では早速本日のニューストピックですが、どの話題からお話しまいりましょうか、はい、今日も割と順番にその菅さんの話からいきましょうか、はい、こちらのニュースですね。これからいきましょう。残TPP 採決延期に危機感というね、菅官房長官のコメントです。こちらのニュースからまずは本日深入りまいりましょう。共同通信によりますと、菅官房長官は3日東京都内で講演し、 TPP 環太平洋連携協定の承認案などを審議する衆議院の特別委員会で採決が延期されたことに危機感を示しました。TPP の承認案は山本農林水産大臣がおととい強行採決をめぐる発言について冗談と述べたことを受けて衆議院の特別委員会での採決が延期されました。これについて菅官房長官は、市場の拡大は極めて大事だ、 TPP を何としても日本主導で仕上げないといけないと述べました。またアメリカ大統領選挙の民主・共和両党の候補が共に TPP に反対している現状に関して、保護主義の流れを変えないと世界は間違った方向に行ってしまうと指摘し、 TPP 早期承認の必要性を訴えました。これ菅さんのこのお話っていうのは、はい、結構含みがある、はい、話だと思うんですよね、で共同通信はどこを見出しにしたかというと、ここに出てるように、はい、危機感を持ってると。その危機感を持ってるっていうのは世界のことも言ってるけど、直接的には、内閣の中の農水大臣の不用意な発言でこうなってるってことに対する危機感ですよね、でもそれはその通りなんだけど、その農水大臣の件は後で他の項目でやりますけれども、はい、これ含みがあるっていうのはですね、官房長官、つまり菅さんというよりは官房長官としてこう言ってるんですよね。 TPP を何としても日本主導で仕上げないといけないと、で、不祥僕はもともと TPP に反対で、それはどうしてかというと、アジア太平洋のことは日本が主導すべきだと、でアメリカが持ってきた TPP に乗っかるんじゃなくてということを一番の理由にしてたんですけど、次期大統領が2人とも、候補が2人とも、つまりどちらが転んでも TPP 反対だと、自分で、話をまとめておきながら、あるいはもともと持ってきながら自分が後ろに引いてるっていうのは日本のチャンスだという考え方を、この内閣も持ち始めてるっていうのは、正直予算委員会、予算委員になってるから予算委員会ずっと聞いてるわけですよね。記者時代も聞いてたんだけど、やっぱ当事者とまた違うような緊張感があって、隅々まで話が入ってくる感じなんですけど、安倍総理もそのこれを機会に TPP で日本の主導権を取ろうっていうね、それは非常に濃厚に感じられるんですよ。でこれはやっぱり政権が長期化してちょっと落ち着いてものを考えられるようになってるっていうね、良いことがあると思うんです。でもその反面でね、例えば国民からっていうか、その僕の読者からも、はい、さっき言いましたブログへの書き込みとかメールで多くいただく、さっきのじゃなくて、さっきのはまともじゃないって言ったら悪いけども、まともな懸念としてね、例えば食の安全は本当に守られるのかと、例えばその直接的に食物を加工するときに使うだけじゃなくて、そもそも豚とか牛とか、あるいはニワトリとか育てるところで、日本の基準と違う育て方をして、で薬物だけではなくて遺伝操作も含めて、そういう意味で食の安全が保たれないんじゃないかという疑問があって、懸念があってですね、でそれを野党の側が質問するんだけど、基本的に政府はいやそんなことさせませんって言ってるだけなんですよね。じゃあアメリカの農家にまで踏み込んでそれやるのかっていうところは、まあ、はっきり言ったらできるはずもないし、で答弁も全然踏み込まないけど、その野党の追及だったり、あるいは与党質問でもそれスーッとね、ああそうやって政府は頑張るんですねみたいな話で終わるわけですよね。でこれはその日本が主導権を取るのはいいけれども、それが主導権取りましたっていうだけで、その TPP の抱えているところの一番本質的な問題、つまりもともと安全基準が違うところと、日本みたいに安全基準が高いところと一緒になって、高いところと合わせてくれるんじゃなくて、
つまり障壁をなくそうって話になってるから、うん、低いところに合わせる可能性が非常にあると、はい、でそこをどうするかっていうのがこれだけ審議時間はすごくしてるから採決してもいい審議時間にはなってるんですよ。だから強行採決で言ってるのは本当は違うんですよ。強行採決っていうのは審議しないままやることになって、だからその安倍さんもすごい嘘を言うなとみんな思ったと思うんですよ。強行採決って考えたことはないって言いましたよ ね。でもあれは実は本当なんですよ。強行採決じゃなくて審議時間十分確保してて採決するにはふさわしい時期になってるんですよ、はいね、だから審議しないで強行だと言ってるのは本当は違ってて、そうじゃなくて審議の中身が問題なんですよ、ね、どのように聞いてもいや政府はちゃんとやりますから心配しないでくださいっていうのは、さっきの国会議員が全員プリウス乗ってるみたいな話にちょっと僕は通じると思うんだけど、要するにお上がこう言うんだからその安心しろと、ね、でこれはむしろ情報がたくさん入ってくる与党の質問で僕はもっと踏み込んで聞くべきだったと思いますけれども、予算委員会室でずっと聞いてて、やじるなんて言われてるんだけど、青山さん声大きいからやめてよねって言われてるんだけど、はい、踏み込んでないじゃないかとか言ってね思わず言いそうになって言いそうになられて、で言わない代わりに答弁終わって座った安倍総理の目をじーっと睨んでたら、他の件でもあったけど安倍さんがなんか こういう感じになってなんでそのように睨むんだみたいになってまた終わって横を通られる時に、はいはい、質問すんのみたいにね、はい、予算委員会は まだまだ僕の順番は回ってこないと思いますけどね。でも与党質問のあり方もやっぱ考えた方がいいと思うな。与党質問だから持ち上げなきゃいけないっていう雰囲気が明らかに自民党の中にあるけど、それは間違いだと思う、情報多いんでどうしても、はい、野党よりも、だからその TPP はその懸念を抱えたままスタートすることになるということですよね、はい、いずれにしろもまもなく採決だから、そうするとまあそうなりましたからしょうがありませんじゃなくて、農水省であったり、はい、経済産業省であったり、その持ち場のところでこれ踏み込まないと子どもたちに災いを及ぼしかねない、ね、はい、で、はい、もう一つのこの菅さんの話の含みとしてね、保護主義の流れを変えないと世界は間違った方向に行ってしまうと、はい、でこれもだいぶ含みがあってですね、内閣官房長官ですからアメリカの大統領候補を具体的に挙げてこれがおかしいってわけにいかない、はい、いかないけど、これ言ってるのは明らかに例えばトランプさんについて、トランプさんの主張を分かりやすく言ったら保護主義ですよね、アメリカがうちにこもりましょうって話ですよね。実際は例えば日本の車はアメリカで生産してて、アメリカの雇用仕事を増やしてるのに、そういうことを無視するかあるいは知らないまま、とにかくもう世界と付き合いするのやめんだってこと言ってるわけですよ。でアメリカの内部のこれ政府じゃなくて民間ですけど試算で、トランプさんが大統領になったら 4年間一期やったとして、損害が保護主義になるための損害が1兆ドルって言ってるわけですよ。100兆円ね。ああもう出てるんです、ね、つまりその分アメリカの GDP が下がるっていうことで、でこういう差って大体当てにならないこと多いんだけど、これについては少なくとも僕の知り合いのアメリカ政府の人はこれは相当当たってると、まあ1兆ドル前後になるんじゃないかと、でこれは大変なことなんですよね。で問題はヒラリーさんがあまりにも弱い候補で、ご自分にもスキャンダルとか問題とか健康問題まで含めて抱え込んでるから、これは突っ張れられない。いや世界は貿易によって成り立ってんだと、ね、だから私は国務長官として TPP は推進したんですって本当のことを言わずに、いや私も TPP 反対なんですと、気がついたら前から反対だと言ってると、ね、あれっていうね、全然信用できないなって話になるだけじゃなくて、はい、どんどん保護主義の方向に向かってるわけですよ。でヒラリーさんが当選した場合はこれ修正していくだろうってのはみんなの予想してる通りで多分そうなるけども、しかしそれにしてもアメリカは4年間人気があるようでいて、すぐ2年で中間選挙が来て議会の選挙があって、大統領制だから議会気にしないでいいかというとやっぱり気にせざるを得なくて、オバマさんは結局議会とうまくいかなかったから連邦政府がお休みしてて、僕は仕事でハワイの太平洋軍司令部に行ったら連邦政府の関係は何もかもクローズしてて、軍は確かにクローズできないから司令部には行けたけども、その前がえらい大変だったっていうのを体験してですね、映像で見てもびっくりしましたもんね。あれだから日本みたいに議員内閣制じゃないから議会を気にしてないって言われたけど、いやそんなことは全然ないなと思ったんですよね。でそうすると中間選挙まで2年しかないから急に2年の間で TPP やっぱりやります、
あの世界は自由貿易の方がいいって変われないですよ、で中間選挙終わったらあと2年でまた大統領選挙です、そうでしょ、そうしたらずっとこのアメリカが、その真意と違っても保護主義のまんまだと、一体世界はどうなるんだって危機感をこの官房長官のこの講演は、まあ、それとなく言ってるわけですよね、でそうすると、これ僕も前から言ってますけど、その自由貿易そのものは僕もじゃなくて僕は支持してます、支持しない人もいるでしょうけども日本にも、だからこれは新自由主義とは全然違う話です、なんかあのウィキペディアとかでそういうことが書いてあるらしいけど、僕は新自由主義者、僕は自分のウィキペディア読んだことないから知らないけど、これ直させるべきだとメール来るんですけど、知らんわそんなものは、そんな好きに書けばいいんだけど、しかしそれは新自由主義っていうのは何もかも競争にしてしまえってことを言うんであって、その世界に貿易の障壁がない方が戦争が起こりにくいっていうのはそれは違う話として本当なんですよ、そうすると TPP を主導するって本当の意味はさっきの話ともちろん結びつけて言うと、要するにポイントは2つあって、そのアメリカがむしろその壊れていって次の選挙ばっかり考えてるなるんだから、日本は逆にその選挙に左右されるんじゃなくて、ちゃんとその第一に足を踏みつけた政権を作り、それからさっき言ったその有権者と国会議員の意識改革もやって、そしてその主導権握るっていうのは、一つはそのアメリカみたいな大きな国が保護主義になっても負けないその自由の値打ちをちゃんと日本が引っ張れる、その時にその自由にやったおかげで危ない肉とか、ね、危ない牛肉、危ない豚肉、危ない鶏の肉、そういうものを子供たちが食べさせられるようになったら、それはもっとおしまいになるから、その日本が主導権取るってことは徹底的に日本は厳しくしなきゃいけないんで、今まで敗戦国だからアメリカの農家に口出しなきゃできない、実質上アメリカは日本の何でも口出しをしてきたわけですから、口出しができる日本にならなきゃいけないということですよ、菅さんもこれ言った以上は、やっぱり菅官房長官自身がどう考えてるか別にして、ポスト安倍の一人ですから、その責任が生じたと思います。そうですね、はい、で仕上げないといけないと、で不祥僕はもともと TPP の反対で、それはどうしてかというと、アジア太平洋のことは日本が主導すべきだと、でアメリカが持ってきた TPP に乗っかるんじゃなくてっていうことを一番の理由にしてたんですけど、次期大統領が2人とも、候補が2人とも、つまりどちらに転んでも TPP 反対だと、自分で、話をまとめておきながら、あるいはもともと持ってきながら自分が後ろに引いてるっていうのは日本のチャンスだという考え方を、この内閣も持ち始めてるっていうのは、正直予算委員になってるから、予算委員会ずっと聞いてるわけですよね、記者時代も聞いてたんだけど、やっぱ当事者とまた違う意味の緊張感があって、隅々まで話が入ってくる感じなんですけど、安倍総理もそのこれを機会に TPP で日本の主導権を取ろうっていうね、それは非常に濃厚に感じられるんですよ、でこれはやっぱり政権が長期化してちょっと落ち着いてものを考えられるようになってるっていうね、良いことがあると思うんです、でもその反面でね、例えば国民からっていうか、その僕の読者からも、さっき言いましたブログへの書き込みとかメールで多くいただく、さっきのじゃなくて、さっきのはまともじゃないって言ったら悪いけども、まともな懸念としてね、例えば食の安全は本当に守られるのかと、例えばその直接的に食物を加工するときに使うだけじゃなくて、そもそも豚とか牛とか、あるいはニワトリとか育てるところで、日本の基準と違う育て方をして、で薬物だけではなくて遺伝操作も含めて、そういう意味で食の安全が保たれないんじゃないかという疑問があって、懸念があってですね、でそれを野党の側が質問するんだけど、基本的に政府はいやそんなことさせませんって言ってるだけなんですよね。じゃあアメリカの農家にまで踏み込んでそれやるのかっていうところは、まあ、はっきり言ってできるはずもないし、で答弁も全然踏み込まないけど、その野党の追及だったり、あるいは与党質問でもそれスーッとね、ああそうやって政府は頑張るんですねみたいな話で終わるわけですよね。でこれはその日本が主導権を取るのはいいけれども、それが主導権取りましたっていうだけで、その TPP の抱えてるところの一番本質的な問題、つまりもともと安全基準が違うところと、日本みたいに安全基準が高いところと一緒になって、高いところと合わせてくれるんじゃなくて、
つまり障壁をなくそうって話になってるから、うん、低いところに合わせる可能性が非常にあると、はい、でそこをどうするかっていうのがこれだけ審議時間はすごくしてるから採決してもいい審議時間にはなってるんですよ。だから強行採決で言ってるのは本当は違うんですよ。強行採決っていうのは審議しないままやること言うんで、だからその安倍さんもすごい嘘を言うなとみんな思ったと思うんですよ。強行採決って考えたことはないって言いましたよ ね。でもあれは実は本当なんですよ。強行採決じゃなくて審議時間は十分確保してて採決するにはふさわしい時期になってるんですよ、はいね、だから審議しないで強行だと言ってるのは本当は違ってて、そうじゃなくて審議の中身が問題なんですよ、どのように聞いてもいや政府はちゃんとやりますから心配しないでくださいっていうのは、さっきの国会議員が全員プリウス乗ってるみたいな話にちょっと僕は通じると思うんだけど、要するにお上がこう言うんだからその安心しろと、ね、でこれはむしろ情報がたくさん入ってくる与党の質問で僕はもっと僕まもなくね初質問に立つんですよ。あ、そうですか。いよいよ、はい、これは予算委員会はもう終わってるんで、経済産業委員会、はい、メタンハイドレートを扱う委員会で、今今日のニュースやりますけど、農水大臣の問題発言で揉めてるから、紛糾してますね。日程がちょっとはっきりしないけど、まあ、普通でいけば、来週だったと思いますけど。そうですか、はい、あ、それはもうね、初質問、はいはい、お待ちしたいと思います、はい、では早速本日のニューストピックですが、どの話題から参りましょうか、はい、今日も割と順番にその菅さんの話からいきましょう。参りましょうか、はいはい、こちらのニュースですね。これからいきましょう。残TPP 採決延期に危機感というね、菅官房長官のコメントです。こちらのニュースからまずは本日深入り参りましょう。共同通信によりますと、菅官房長官は3日東京都内で講演し、 TPP 環太平洋連携協定の承認案などを審議する衆議院の特別委員会で採決が延期されたことに危機感を示しました。 TPP の承認案は山本農林水産大臣がおととい強行採決をめぐる発言について冗談と述べたことを受けて衆議院の特別委員会での採決が延期されました。これについて菅官房長官は、市場の拡大は極めて大事だ、TPP を何としても日本主導で仕上げないといけないと述べました。またアメリカ大統領選挙の民主・共和両党の候補が共に TPP に反対している現状に関して、保護主義の流れを変えないと世界は間違った方向に行ってしまうと指摘し、 TPP 早期承認の必要性を訴えました。これ菅さんのこのお話っていうのは、はい、結構含みがある、はい、話だと思うんですよね、で共同通信はどこを見出しにしたかというと、ここに出てるように、はい、危機感を持ってると。その危機感を持ってるっていうのはまあ、世界のことも言ってるけど直接的には、内閣の中の農水大臣の不用意な発言でこうなってるってことに対する危機感ですよね、でもそれはその通りなんだけど、その農水大臣の件は後で他の項目でやりますけれども、これ含みがあるっていうのはですね、官房長官、つまり菅さんというよりは官房長官としてこう言ってるんですよね。 TPP を何としても日本主導に並ぶ、で言わない代わりに答弁終わって座った安倍総理の目をじーっと睨んでたら、他の件でもあったけど安倍さんがなんかこういう感じになって、なんでそんなに睨むんだみたいになってまた終わって横を席を通られる時に、はい、質問すんのみたいにね、はい、予算委員会は まだまだ僕の順番は回ってこないと思いますけどね。でも与党質問のあり方もやっぱ考えた方がいいと思うな。与党質問だから持ち上げなきゃいけないっていう雰囲気が明らかに自民党の中にあるけど、それは間違いだと思う、情報多いんでどうしても、はい、野党よりも、だからその TPP はその懸念を抱えたままスタートすることになるということですよね、はい、いずれにしても間もなく採決だから、そうするとまあ、そうなりましたからしょうがありませんじゃなくて、農水省であったり、はい、経済産業省であったり、その持ち場のところでこれ踏み込まないと子供たちに災いを及ぼしかねない、はい、で、はい、もう一つのこの菅さんの話の含みとしてね、保護主義の流れを変えないと世界は間違った方向に行ってしまうと、はい、でこれもだいぶ含みがあってですね、内閣官房長官ですからアメリカの大統領候補を具体的に挙げてこれがおかしいってわけにいかない、いかないけど、これ言ってるのは明らかに例えばトランプさんについて、トランプさんの主張を分かりやすく言ったら保護主義ですよね、
アメリカがうちにこもりましょうって話ですよね。実際は例えば日本の車はアメリカで生産してて、そのアメリカのこれが主導権取りましたっていうだけで、その TPP の抱えてるところの一番本質的な問題、つまりもともと安全基準が違うところと日本みたいに安全基準が高いところと一緒になって、高いところと合わせてくれるんじゃなくて、つまり障壁をなくそうって話になってるから、低いところに合わせる可能性が非常にあると、はい、でそこをどうするかっていうのが、これだけ審議時間はすごくしてるから採決してもいい審議時間にはなってるんですよ。だから強行採決で言ってるのは本当は違うんですよ。強行採決っていうのは審議しないままやることを言うんで、だからその安倍さんもすごい嘘を言うなとみんな思ったと思うんですよ。強行採決って考えたことはないって言いました ね。でもあれは実は本当なんですよ。強行採決じゃなくて審議時間は十分確保してて、採決するにはふさわしい時期になってるんですよ、はいね、だから審議しないで強行だと言ってるのは本当は違って、そうじゃなくて審議の中身が問題なんですよ。どのように聞いても、いや政府はちゃんとやりますから心配しないでくださいっていうのは、さっきの国会議員が全員プリウス乗ってるみたいな話にちょっと僕は通じると思うんだけど、要するにお上がこう言うんだからその安心しろと、ね、でこれはむしろ情報がたくさん入ってくる与党の質問で、僕はもっと踏み込んで聞くべきだったと思いますけれども、予算委員会室でずっと聞いてて、やじるなんて言われてんだけど、青山さん声大きいからやめてよねって言われてんだけど、踏み込んでないじゃないかとか言ってね、思わず言いそうになって言いそう。僕まもなくね、初質問に立つんですよ。あ、そうですか、いよいよ、はい、これは予算委員会はもう終わってるんで、経済産業委員会、はい、メタンハイドレートを扱う委員会で、今今日のニュースやりますけど、農水大臣の問題発言で、はい、揉めてるから紛糾してますね。日程がちょっとはっきりしないけど、まあ、普通でいけば、来週だったと思いますけど。そうですか、はい、あ、それはもうね、初質問、はいはい、お待ちしたいと思います、はい、では早速本日のニューストピックですが、どの話題から青山さん参りましょうか、はい、今日も割と順番にその菅さんの話からいきましょう、参りましょうか、はい、こちらのニュースですね、これからいきましょう。3、TPP 採決延期に危機感というね、菅官房長官のコメントです。こちらのニュースからまずは本日深入り参りましょう。共同通信によりますと、菅官房長官は3日東京都内で講演し、 TPP 環太平洋連携協定の承認案などを審議する衆議院の特別委員会で採決が延期されたことに危機感を示しました。 TPP の承認案は山本農林水産大臣がおととい強行採決をめぐる発言について冗談と述べたことを受けて衆議院の特別委員会での採決が延期されました。これについて菅官房長官は、市場の拡大は極めて大事だ、TPP を何としても日本主導で仕上げないといけないと述べました。またアメリカ大統領選挙の民主・共和両党の候補が共に TPP に反対している現状に関して、保護主義の流れを変えないと世界は間違った方向に行ってしまうと指摘し、 TPP 早期承認の必要性を訴えました。これ菅さんのこのお話っていうのは、はい、結構含みがある、はい、話だと思うんですよね、で共同通信はどこを見出しにしたかというと、ここに出ているように、はい、危機感を持っていると。その危機感を持っているというのは世界のことも言っているけど、直接的には、内閣の中の農水大臣の不用意な発言でこうなっているということ、に対する危機感ですよね、はい、でもそれはその通りなんだけど、その農水大臣の件は後で他の項目でやりますけれども、はい、これ含みがあるというのはですね、官房長官、つまり菅さんというよりは官房長官としてこう言ってるんですよね。 TPP を何としても日本主導で仕上げないといけないと、はい、で不詳僕はもともと TPP の反対で、それはどうしてかというとアジア太平洋のことは日本が主導すべきだと、でアメリカが持ってきた TPP に乗っかるんじゃなくてということを一番の理由にしてたんですけど、次期大統領が2人とも、候補が2人とも、つまりどちらに転んでも TPP 反対だと、はい、自分で、話をまとめておきながら、あるいはもともと持ってきながら、自分が後ろに引いてるっていうのは日本のチャンスだという考え方を、はい、この内閣も持ち始めてるっていうのは、正直予算委員になってるから、予算委員会ずっと聞いてるわけですよね。記者時代も聞いてたんだけど、やっぱ当事者とまた違うような緊張感があって、隅々まで話が入ってくる感じなんですけど、安倍総理もその
これを機会に TPP で日本の主導権を取ろうというね、それは非常に濃厚に感じられるんですよ。でこれはやっぱり政権が長期化してちょっと落ち着いてものを考えられるようになってるっていうね、良いことがあると思うんです。でもその反面でね、例えば国民からっていうか、その僕の読者からも、はい、さっき言いましたブログへの書き込みとかメールで多くいただく、さっきのじゃなくて、さっきのはまともじゃないって言ったら悪いけども、まあ、まともな懸念としてね、例えば食の安全は本当に守られるのかと、例えばその直接的に食物を加工するときに使うだけじゃなくて、そもそも豚とか牛とか、あるいは鶏とか育てるところで、日本の基準と違う育て方をして、で薬物だけではなくて遺伝操作も含めて、ね、そういう意味で食の安全が保たれないんじゃないかって疑問があって、懸念があってですね、でそれを野党の側が質問するんだけど、基本的に政府はいやそんなことさせませんって言ってるだけなんですよね。じゃあアメリカの農家にまで踏み込んでそれやるのかっていうところは、まあはっきり言うとできるはずもないし、で答弁も全然踏み込まないけど、その野党の追及だったり、あるいは与党質問でもそれスーッとね、ああそうやって政府は頑張るんですねみたいな話で終わるわけですよね。でこれはその日本が主導を権を取るのはいいけれども、それ懸念があってですね、でそれを野党の側が質問するんだけど、基本的に政府はいやそんなことさせませんって言ってるだけなんですよね。じゃあアメリカの農家にまで踏み込んでそれやるのかっていうところは、まあはっきり言ったらできるはずもないし、で答弁も全然踏み込まないけど、その野党の追及だったり、あるいは与党質問でもそれスーッとね、ああそうやって政府は頑張るんですねみたいな話で終わるわけですよね。でこれはその日本が主導を権を取るのはいいけれども、それが主導権取りましたっていうだけで、その TPP の抱えているところの一番本質的な問題、つまりもともと安全基準が違うところと、日本みたいに安全基準が高いところと一緒になって、高いところと合わせてくれるんじゃなくて、つまり障壁をなくそうって話になってるから、低いところに合わせる可能性が非常にあると。でそこをどうするかっていうのが、これだけ審議時間はすごくしてるから、採決してもいい審議時間にはなってるんですよ。だから強行採決で言ってるのは本当は違うんですよ。強行採決っていうのは審議しないままやることを言うんで、だからその安倍さんもすごい嘘を言うなとみんな思ったと思うんですよ。強行採決って考えたことはないって言いましたよ ね。でもあれは実は本当なんですよ。強行採決じゃなくて審議時間は十分確保してて、採決するにはふさわしい時期になってるんですよ、ね、だから審議しないで強行だと言ってるのは本当は違って、そうじゃなくて審議の中身が問題なんですよ。どのように聞いても、いや政府はちゃんとやりますから心配しないでくださいっていうのは、さっきの国会議員が全員プリウス乗ってるみたいな話にちょっと僕は通じると思うんだけど、要するにお上がこう言うんだから安心しろと、ね、でこれはむしろ情報がたくさん入ってくる与党の質問で、僕はもっと踏み込んで聞くべきだったと思いますけれども、予算委員会室でずっと聞いてて、やじるなんて言われてんだけど、青山さん声大きいからやめてよねって言われてんだけど、踏み込んでないじゃないかとか言ってね、思わず言いそうになって言いそうになられて、で言わない代わりに答弁終わって座った安倍総理の目をじーっと睨んでたら、他の件でもあったけど、安倍さんがなんかこういう感じになって、なんでそのように睨むんだみたいになって、また終わって横を通席を通られるときに、はい、質問すんのみたいにね、はい、予算委員会は まだまだ僕の順番は回ってこないと思いますけどね。でも与党質問のあり方もやっぱ考えた方がいいと思うな。与党質問だから持ち上げなきゃいけないっていう雰囲気が明らかに自民党の中にあるけど、それは間違いだと思う、情報多いんでどうしても、はい、野党よりも、だからその TPP はその懸念を抱えたままスタートすることになるということですよね、はい、いずれにしろもまもなく採決だから、そうするとまあ、そうなりましたからしょうがありませんじゃなくて、農水省であったり、はい、経済産業省であったり、その持ち場のところでこれ踏み込まないと、子どもたちに災いを及ぼしかねない、はい、で、もう一つのこの菅さんの話の含みとしてね、保護主義の流れを変えないと世界は間違った方向に行ってしまうと、はい、でこれもだいぶ含みがあってですね、内閣官房長官ですから、アメリカの大統領候補を具体的に挙げてこれがおかしいってわけにいかない、いかないけど、これ言ってるのは明らかに、例えばトランプさんについて、
トランプさんの主張を分かりやすく言ったら保護主義ですよね、アメリカがうちにこもりましょうって話ですよね。実際は例えば日本の車はアメリカで生産してて、そのアメリカの雇用仕事を増やしてるのに、そういうことを無視するか、あるいは知らないまま、とにかくもう世界と付き合いするのやめんだってこと言ってるわけですよ。でアメリカの内部の、これ政府じゃなくて民間ですけど、試算でトランプさんが大統領になったら 4年間一期やったとして、損害が保護主義になるための損害が1兆ドルって言ってるわけですよ。100兆円ね。ああもう出てるんです、ね、つまりその分アメリカの GDP が下がるっていうこと で、はあ、でこういう差って大体当てにならないこと多いんだけど、これについては、少なくとも僕の知り合いのアメリカ政府の人はこれは相当当たってると、まあ、1兆ドル前後になるんじゃないかと、でこれは大変なことなんですよね。で問題はヒラリーさんがあまりにも弱い候補で、ご自分にもスキャンダルとか問題とか健康問題まで含めて抱え込んでるから、これは突っ張れられない。いや世界は貿易によって成り立ってんだと、ね、だから私は国務長官として TPP は推進したんですって本当のことを言わずに、いや私も TPP 反対なんですと、気がついたら前から反対だと言ってると、ね、あれっていうね、全然信用できないなって話になるだけじゃなくて、どんどん保護主義の方向に向かってるわけですよ。でヒラリーさんが当選した場合はこれ修正していくだろうというのはみんなの予想している通りで多分そうなるけども、しかしそれにしてもアメリカは4年間人気があるようでいて、すぐ2年で中間選挙が来て議会の選挙があって、大統領制だから議会気にしないでいいかというとやっぱり気にせざるを得なくて、オバマさんは結局議会とうまくいかなかったから連邦政府がお休みしてて、僕は仕事でハワイの太平洋軍司令部に行ったら連邦政府の関係は何もかもクローズしてて、軍は確かにクローズできないから司令部には行けたけども、その前がえらい大変だったっていうのを体験してですね、映像で見てもびっくりしましたもんね。あれだから日本みたいに議員内閣制じゃないから議会は気にしてないって言われたけど、いやそんなことは全然ないなと思ったんですよね。でそうすると中間選挙まで2年しかないから、急に2年の間で TPP やっぱりやります、世界は自由貿易の方がいいって変われないですよ、で中間選挙終わったらあと2年でまた大統領選挙だ、そうでしょ、そうしたらずっとこのアメリカが、その真意と違っても保護主義のままだと、一体世界はどうなるんだって危機感をこの官房長官のこの講演は、まあ、それとなく言ってるわけですよね。でそうするとこれ僕も前から言ってますけど、その自由貿易そのものは僕もじゃなくて僕は支持してます、支持しない人もいるでしょうけども日本にも、だからこれはってことに対する危機感ですよね、でもそれはその通りなんだけど、その農水大臣の件は後で他の項目でやりますけれども、これ含みがあるっていうのはですね、官房長官つまり菅さんというよりは官房長官としてこう言ってるんですよね、TPP を何としても日本主導で仕上げないといけないと、で不祥僕はもともと TPP に反対で、それはどうしてかというとアジア太平洋のことは日本が主導すべきだと、でアメリカが持ってきた TPP に乗っかるんじゃなくてということを一番の理由にしてたんですけど、次期大統領が2人とも、候補が2人とも、つまりどちらに転んでも TPP 反対だと、自分で、話をまとめておきながら、あるいはもともと持ってきながら自分が後ろに引いてるっていうのは日本のチャンスだという考え方を、この内閣も持ち始めてるっていうのは、正直予算委員になってるから、予算委員会ずっと聞いてるわけですよね。記者時代も聞いてたんだけど、やっぱ当事者とまた違うような緊張感があって、隅々まで話が入ってくる感じなんですけど、安倍総理もそのこれを機会に TPP で日本の主導権を取ろうというね、それは非常に濃厚に感じられるんですよ。でこれはやっぱり政権が長期化してちょっと落ち着いてものを考えられるようになってるっていうね、良いことがあると思うんです。でもその反面でね、例えば国民からっていうか、その僕の読者からも、さっき言いましたブログへの書き込みとかメールで多くいただく、さっきのじゃなくて、さっきのはまともじゃないって言ったら悪いけども、まともな懸念としてね、例えば食の安全は本当に守られるのかと、例えばその直接的に食物を加工するときに使うだけじゃなくて、そもそも豚とか牛とか、あるいは鶏とか育てるところで、日本の基準と違う育て方をして、で薬物だけではなくて遺伝操作も含めて、そういう意味で食の安全が保たれないんじゃないかって疑問があって、
あ、僕まもなくね、初質問に立つんですよ。あ、そうですか、いよいよ、はい、これは、予算委員会はもう終わってるんで、経済産業委員会、はい、メタンハイドレートを扱う委員会で、今今日のニュースやりますけど、農水大臣の問題発言で、はい、揉めてるから紛糾してますね。日程がちょっとはっきりしないけど、まあ、普通でいけば、来週だったと思いますけど。そうですか、はい、あ、それはもうね、初質問、はいはい、お待ちしたいと思います、はい、では早速本日のニューストピックですが、どの話題からお話しまいりましょうか、はい、今日も割と順番にその菅さんの話からいきましょう、参りましょうか、はい、こちらのニュースですね、これからいきましょう。TPP 採決延期に危機感というね、菅官房長官のコメントです。こちらのニュースからまずは本日深入りまいりましょう。共同通信によりますと、菅官房長官は3日東京都内で講演し、 TPP 環太平洋連携協定の承認案などを審議する衆議院の特別委員会で採決が延期されたことに危機感を示しました。 TPP の承認案は山本農林水産大臣がおととい強行採決をめぐる発言について冗談と述べたことを受けて衆議院の特別委員会での採決が延期されました。これについて菅官房長官は、市場の拡大は極めて大事だ、TPP を何としても日本主導で仕上げないといけないと述べました。またアメリカ大統領選挙の民主・共和両党の候補が共に TPP に反対している現状に関して、保護主義の流れを変えないと世界は間違った方向に行ってしまうと指摘し、 TPP 早期承認の必要性を訴えました。これ菅さんのこのお話っていうのは、はい、結構含みがある、はい、話だと思うんですよね、で共同通信はどこを見出しにしたかというと、ここに出ているように、はい、危機感を持っていると。その危機感を持っているというのは、まあ、世界のことも言ってるけど、直接的には、内閣の中の農水大臣の不用意な発言でこうなってると、はい、踏み込んで聞くべきだったと思いますけれども、予算委員会室でずっと聞いてて、はい、やじるなんて言われてるんだけど、青山さん声大きいからやめてよねって言われてるんだけど、はい、踏み込んでないじゃないかとか言ってね、思わず言いそうになって言いそうになるんですね。で言わない代わりに答弁終わって座った安倍総理の目をじーっと睨んでたら、他の件でもあったけど、安倍さんがなんか こういう感じになって、なんでそのように睨むんだみたいになって、また終わって横を通席を通られる時に、はいはい、質問すんのみたいにね、はい、予算委員会は まだまだ僕の順番は回ってこないと思いますけどね。でも与党質問のあり方もやっぱ考えた方がいいと思うな。与党質問だから持ち上げなきゃいけないっていう雰囲気が明らかに自民党の中にあるけど、それは間違いだと思う、情報多いんでどうしても、はい、野党よりも、だからその TPP はその懸念を抱えたままスタートすることになるということですよね、はい、いずれにしろ間もなく採決だから、そうするとまあ、そうなりましたからしょうがありませんじゃなくて、農水省であったり、はい、経済産業省であったり、その持ち場のところでこれ踏み込まないと子供たちに災いを及ぼしかねない、はい、で、はい、もう一つのこの菅さんの話の含みとしてね、保護主義の流れを変えないと世界は間違った方向に行ってしまうと、はい、でこれもだいぶ含みがあってですね、内閣官房長官ですからアメリカの大統領候補を具体的に挙げてこれがおかしいってわけにいかない、いかないけど、これ言ってるのは明らかに例えばトランプさんについて、トランプさんの主張を分かりやすく言ったら保護主義ですよね、アメリカがうちにこもりましょうって話ですよね。実際は例えば日本の車はアメリカで生産してて、アメリカの雇用仕事を増やしてるのに、そういうことを無視するかあるいは知らないまま、とにかくもう世界と付き合いするのやめんだってこと言ってるわけですよ。でアメリカの内部のこれ政府じゃなくて民間ですけど試算で、トランプさんが大統領になったら 4年間一期やったとして、損害が保護主義になるための損害が1兆ドルって言ってるわけですよ。100兆円ね。ああもう出てるんです、ね、つまりその分アメリカの GDP が下がるっていうこと でこういう差って大体当てにならないこと多いんだけど、これについては少なくとも僕の知り合いのアメリカ政府の人はこれは相当当たってると、まあ、1兆ドル前後になるんじゃないかと、でこれは大変なことなんですよね。で問題はヒラリーさんがあまりにも弱い候補で、ご自分にもスキャンダルとか問題とか健康問題まで含めて抱え込んでるから、これは突っ張れられない。いや世界は貿易によって成り立ってんだと、ね、だから私は国務長官として TPP は推進したんですって本当のことを言わずに、いや私も TPP 反対なんですと、
気がついたら前から反対だと言ってると、ね、あれっていうね、全然信用できないなって話になるだけじゃない、あのやっぱりあの菅官房長官自身がどう考えてるか別にしてポスト安倍の一人ですから、はい、その責任が生じたと思います。そうですね、はい。ここで仕上げないといけないと、はい、で不祥僕はもともと TPP の反対で、それはどうしてかというとアジア太平洋のことは日本が主導すべきだと、でアメリカが持ってきた TPP に乗っかるんじゃなくてということを一番の理由にしてたんですけど、あの次期大統領が2人とも、いや候補が2人とも、つまりどちらに転んでも TPP 反対だと、はい、自分で、話をまとめておきながら、あるいはもともと持ってきながら自分が後ろに引いてるっていうのは日本のチャンスだという考え方を、はい、この内閣も持ち始めてるっていうのは、あの正直予算委員になってるから、予算委員会ずっと聞いてるわけですよね。記者時代も聞いてたんだけど、やっぱ当事者とまた違う意味の緊張感があって、あの隅々まで話が入ってくる感じなんですけど、まあ、安倍総理もそのこれを機会に TPP で日本の主導権を取ろうっていうね、あのそれは非常に濃厚に感じられるんですよ。でこれはやっぱり政権が長期化してちょっと落ち着いてものを考えられるようになってるっていうね、良いことがあると思うんです。でもその反面でね、例えばあの国民からっていうかその僕の読者からも、はい、あのさっき言いましたブログへの書き込みとかメールで多くいただく、さっきのんじゃなくて、さっきのはまともじゃないって言ったら悪いけども、まあ、まともな懸念としてね、例えば食の安全は本当に守られるのかと、その例えばその直接的にあの食物を加工するときに使うだけじゃなくて、そもそも豚とか牛とか、あるいは鶏とか育てるところで、その日本の基準と違う育て方をして、で薬物だけではなくて遺伝操作も含めて、ね、そういう意味で食の安全が保たれないんじゃないかって疑問があって、懸念があってですね、でそれをあの野党の側が質問するんだけど、あの基本的に政府はいやそんなことさせませんって言ってるだけなんですよね。じゃ あのアメリカの農家にまで踏み込んでそれやるのかっていうところは、まあ、はっきり言ってできるはずもないし、で答弁も全然踏み込まないけど、その野党の追及だったりあれ与党質問でもそれスーッとね、ああそうやってあの政府はあの頑張るんですねみたいな話で終わるわけですよね。でこれはその日本が主導を権を取るのはいいけれども、それが主導権取りましたっていうだけで、その TPP の抱えてるところの一番本質的な問題、つまりもともと安全基準が違うところと日本みたいに安全基準が高いところと一緒になって、高いところと合わせてくれるんじゃなくて、つまり障壁をなくそうって話になってるから、低いところに合わせる可能性が非常にあると、でそこをどうするかっていうのがこれだけ深刻。僕まもなくね、初質問に立つんですよ。あ、そうですか、いよいよ、はい、これは予算委員会はもう終わってるんで、経済産業委員会、はい、メタンハイドレートを扱う委員会で、今今日のニュースやりますけど、農水大臣の問題発言で、はい、揉めてるから紛糾してますね、日程がちょっとはっきりしないけど、まあ、普通でいけば、来週だったと思いますけど。そうですか、はい、あそれはもうね、初質問、はいはい、お待ちしたいと思います、はい。では早速本日のニューストピックですが、どの話題からお話しまいりましょうか、はい、今日も割と順番にその菅さんの話からいきましょう、参りましょうか、はい、こちらのニュースですね、これからいきましょう。3、TPP 採決延期に危機感というね、菅官房長官のコメントです。こちらのニュースからまずは本日深入りまいりましょう。共同通信によりますと、菅官房長官は3日東京都内で講演し、 TPP 環太平洋連携協定の承認案などを審議する衆議院の特別委員会で採決が延期されたことに危機感を示しました。 TPP の承認案は山本農林水産大臣がおととい強行採決をめぐる発言について冗談と述べたことを受けて衆議院の特別委員会での採決が延期されました。これについて菅官房長官は、市場の拡大は極めて大事だ、TPP を何としても日本主導で仕上げないといけないと述べました。またアメリカ大統領選挙の民主・共和両党の候補が共に TPP に反対している現状に関して、保護主義の流れを変えないと世界は間違った方向に行ってしまうと指摘し、 TPP 早期承認の必要性を訴えました。これ菅さんのこのお話っていうのは、はい、結構含みがある、はい、話だと思うんですよね、
で共同通信はどこを見出しにしたかというとここに出てるように、はい、あの危機感を持ってると。その危機感を持ってるっていうのはまあ、世界のことも言ってるけど直接的には、内閣の中の農水大臣の不用意な発言でこうなってるってことに対する危機感ですよね、でもそれはその通りなんだけど、その、農水大臣の件は後でこの他の項目でやりますけれども、これ含みがあるっていうのはですね、官房長官つまり菅さんというよりは官房長官としてこう言ってるんですよね。 TPP を何としても日本主導で仕上げないといけないと、で不祥僕はもともと TPP の反対で、それはどうしてかというとアジア太平洋のことは日本が主導すべきだと、でアメリカが持ってきた TPP に乗っかるんじゃなくてということを一番の理由にしてたんですけど、次期大統領が2人ともいや候補が2人ともつまりどちらが転んでも TPP 反対だと、自分で、話をまとめておきながら、あるいはもともと持ってきながら自分が後ろに引いてるっていうのは日本のチャンスだという考え方を、この内閣も持ち始めてるっていうのは、正直予算委員になってるから、予算委員会ずっと聞いてるわけですよね。記者時代も聞いてたんだけど、やっぱ当事者とまた違う意味の緊張感があって、隅々まで話が入ってくる感じなんですけど、安倍総理もそのこれを機会に TPP で日本の主導権を取ろうっていうね、それは非常に濃厚に感じられるんですよ。でこれはやっぱり政権が長期化してちょっと落ち着いてものを考えられるようになってるっていうね、良いことがあると思うんです。でもその反面でね、例えば国民からっていうかその僕の読者からも、さっき言いましたブログへの書き込みとかメールで多くいただく、さっきのじゃなくて、さっきのはまともじゃないって言ったら悪いけども、まともな懸念としてね、例えば食の安全は本当に守られるのかと、例えばその直接的に食物を加工するときに使うだけじゃなくて、そもそも豚とか牛とか、あるいはニワトリとか育てるところで、日本の基準と違う育て方をして、で薬物だけではなくて遺伝操作も含めて、そういう意味で食の安全が保たれないんじゃないかという疑問があって、懸念があってですね、でそれを野党の側が質問するんだけど、基本的に政府はいやそんなことさせませんって言ってるだけなんですよね。じゃあアメリカの農家にまで踏み込んでそれやるのかっていうところは、まあ、はっきり言ってできるはずもないし、で答弁も全然踏み込まないけど、その野党の追及だったりあるいは与党質問でもそれスーッとね、ああそうやって政府は頑張るんですねみたいな話で終わるわけですよね。でこれはその日本が主導権を取るのはいいけれども、それが主導権取りましたっていうだけで、その TPP の抱えてるところの一番本質的な問題、つまりもともと安全基準が違うところと日本みたいに安全基準が高いところと一緒になって、高いところと合わせてくれるんじゃなくて、つまり障壁をなくそうって話になってるから低いところに合わせる可能性が非常にあると。でそこをどうするかっていうのが、これだけ審議時間はすごくしてるから採決してもいい審議時間にはなってるんですよ。だから強行採決で言ってるのは本当は違うんですよ。強行採決っていうのは審議しないままやること言うんで、だからその安倍さんもすごい嘘を言うなとみんな思ったと思うんですよ。強行採決って考えたことはないって言いましたよ ね。でもあれは実は本当なんですよ。強行採決じゃなくて審議時間は十分確保してて、採決するにはふさわしい時期になってるんですよ、ね、だから審議しないで強行だと言ってるのは本当は違ってて、そうじゃなくて審議の中身が問題なんですよ。どのように聞いても、いや政府はちゃんとやりますから心配しないでくださいっていうのは、さっきの国会議員が全員プリウス乗ってるみたいな話にちょっと僕は通じると思うんだけど、要するにお上がこう言うんだから安心しろと、ね、でこれはむしろ情報がたくさん入ってくる与党の質問で僕は持ってなくて、どんどん保護主義の方向に向かってるわけですよ。でヒラリーさんが当選した場合はこれ修正していくだろうってのはみんなの予想してる通りで多分そうなるけども、しかしそれにしてもアメリカは4年間人気があるようでいて、すぐ2年で中間選挙が来て議会の選挙があって、大統領制だから議会気にしないでいいかというとやっぱり気にせざるを得なくて、オバマさんは結局議会とうまくいかなかったから連邦政府がお休みしてて、僕は仕事でハワイの太平洋軍司令部に行ったら連邦政府の関係は何もかもクローズしてて、軍は確かにクローズできないから司令部には行けたけども、その前がえらい大変だったっていうのを体験してですね、映像で見てもびっくりしましたもんね。あれだから日本みたいに議員内閣制じゃないから議会を気にしてないって言われたけど、いやそんなことは全然ないなと思ったんですよね。
でそうすると中間選挙まで2年しかないから急に2年の間で TPP やっぱりやります、うん、あの世界は自由貿易の方がいいって変われないでしょ、で中間選挙終わったらあと2年でまた大統領選挙だ、はいはい、そうでしょ、そうしたらずっとこのアメリカが、その真意と違っても保護主義のまんまだと、一体世界はどうなるんだって危機感をこの官房長官のこの講演は、まあそれとなく言ってるわけですよね、でそうするとこれ僕も前から言ってますけど、その自由貿易そのものは僕もじゃなくて僕は支持してます、ね、支持しない人もいるでしょうけども日本にも、だからこれは新自由主義とは全然違う話です。なんかあのウィキペディアとかでそういうことが書いてあるらしいけど、僕は新自由主義者、僕は自分のウィキペディア読んだことないから知らないけど、これ直させるべきだとメール来るんですけど、知らんわそんなものは、そういうの好きに書きゃいいんだけど、しかしそれは新自由主義っていうのは何もかも競争にしてしまえってことを言うんであって、その世界に貿易の障壁がない方が戦争が起こりにくいっていうのはそれは違う話として本当なんですよ。そうすると TPP を主導するって本当の意味はさっきの話ともちろん結びつけて言うと、要するにポイントは2つあって、そのアメリカがむしろその壊れていって、あの次の選挙ばっかり考えてるになるんだから、日本は逆にその選挙に左右されるんじゃなくて、ちゃんとその大地に足を踏みつけた政権を作り、それからさっき言ったその有権者と国会議員の意識改革もやって、そしてその主導権握るっていうのは、一つはそのアメリカみたいな大きな国が保護主義になっても負けない、その自由の値打ちをちゃんと日本が引っ張れる、その時にその自由にやったおかげで危ない肉とか、ね、危ない牛肉、危ない豚肉、危ない鶏の肉、そういうものを子供たちが食べさせられるようになったら、それはもっとおしまいになるから、その日本が主導権取るってことは徹底的に日本は厳しくしなきゃいけないんで、今まで敗戦国だからアメリカの農家に口出しなきゃできない、実質上アメリカは日本の何でも口出しをしてきたわけですから、口出しができる日本にならなきゃいけないということですよ。菅さんもこれ言った以上は